チャオ、あっちゃんです。今日は9月の9日。あっちゃんの朝ごはん。今日はね、下と一緒に食べます。上はまだ、後で食べるからいいって言ってるんで、下と一緒に。今日ね、下のリクエスト。ベーコンの、ピザトースト食べたいって言うんで作ります。はい、パン。はい、で、ベーコンをね、ちょっとね、小早。ちょっと厚切りにして、もう大きいとね、食べにくいんで、これぐらいにします。一緒。で、ピザトーストの、ピザソース。一緒。で、ベーコンを、1、2、3、これ入れてない。よいしょ。ちょっと多めにしといてあげよう。はい、で、ここにチーズ。はい、これ入れていきましょう。では食べましょう。はい、焼けました。ベーコンピザトースト食べましょう。いただきます。今日ね、27時間テレビで、鬼太郎がないから、久々に仮面ライダーの、戦隊もん見とって、ね、仮面ライダーのなんか新しいなったんか知らんけどね、ジオ、ちょっとひどいなと思って、カタカナでライダーって、もしひらがなでライダーって顔に書いて、あれちょっと笑った。まあ、その後でまた話するわ。いただきます。平成最後の仮面ライダーやめてよって思う。まあ内容的には面白い。過去に戻ってなんやかんやするけどね、ちょっと電王っぽいけど、今ルパンレンジャーと何だっけ、なんとかレンジャー、ポリレンジャーちゃうわ、パトレンジャーか、パトラッシュちゃうわやったんだけど、俺はこれでもうおちゃらけすぎ、まあ面白いけどね、まあちょっととか言いながら平成最後の仮面ライダーはちょっと見たい気もするけどね、長らく見てね、ビルドとか見てなかったかな、分からへんけどね、微妙だね。来たろがないと寂しいよ。目のカメラのこの顔にライダーでなんかベルトにバイク出す時のなんかこんななんか知らんけどベルトつけるね。カタカナでバイクって書いてある。でひらがなで弓の武器の弓のやつとかに弓って書いてある。ひどいわあれは。キックするとキックキックって出るしな。ありえへん。ありえへんながらみんな面白いけどね。ビルドライダーはイケメンが多いな。最初から見てないからよく分からへん。完全にお笑いやん。おちゃらけすぎやん。YouTuber いるよ。結構やべえ子みたいな喋り方するの。なんか可愛い動きじゃん。逆になってるやん。もはや何をしてんか分からへんな。ちょっと面白い。だろうとワンピースの裏やからずっと見てなかったんやけど、ちょっと面白いな。ダブル中なんテレビ欲しいわ。うちのは1番組しか録画できへん。今のテレビって何チャンネル？全チャンネル録画できたりするよね。今ってもうやめも前からやけどね。ということで、結構やっぱ厚切りにベーコンしたらねジューシーで美味しいよね。ということでね、アレクサショー。アレクサ、明日は何の日？1951年9月10日に黒澤明監督の「羅生門」がベネチア国際映画祭で日本映画初の金獅子賞を受賞しました。海外の批評家からの評価が高く、その後アカデミー賞名誉賞も受賞し、黒澤作品は海外で認められるようになり、世界から注目される監督になりました。だって黒澤監督が世界に認められてきたねんて。羅生門って結構有名やけど、あっちゃん見たことないね。ね、一回ちょっとね Amazon プライムにあるので見てもいいかなとは思うんだけどね、一回見てみようね。日本作品が世界に認められた作品、どんな映画なんかね、ということでね、やっぱり映画を見るっていうのも結構よくてね、この前からもね時々時間が空いたらいろんな映画見たりしてね、 A級っていうか有名な映画から B 級映画から、結構 B 級映画の中に掘り出しがあって面白かったですんだけど、この前ね「僕だけがなんとかいない町」やったっけな、知らない町、忘れた、いない町やってる藤原竜也と有村架純ちゃんで、あれを時間の合間合間で見ててん、4回か5回ぐらい分けてちょっと見て、でまた忙しい時はやめてみたんで、ちょっと最後までまあ見たのも見てんけど、途切れで見たらねちょっと把握しにくかったんけども、でも面白かったあれは結構。なんかこう過去に戻って自分のなんか歴史を変えていくっていう映画で、最終主人公が、みんなから忘れられてしまう、過去を変えてしまったことで今まで知ってた人に忘れられるっていう映画だけど、結構面白かったあれは、よかったら見てみてください。僕だけがいない街、らしい、あれ面白かったよ。でね、藤原竜也君のね「あー」が聞こえるから機械あれがなかったね。藤原竜也君結構好きで、でね、何見たっけな、AI なんかみたいな、結構面白いのいっぱいあって、ちょっと古いねプライムでただの映画で面白いのなんか見んねんけどもね、また今日もね時間が空いたら見ようかなと思ったりもしてんねんけど、映画って本当にいいですね。ということでね、今日も、ちょっと時間が空いたら何か映画見ようかな。ね、ほんまにあれが見たいね。まだレンタルで、ワンレンタル400円ぐらいするんだけど、ジュマンジ、新しいジュマンジが見たい。で、見ようかって子供と言うとってんけどね、なんか時間おらへんかって見れへんかって。今日ジュマンジ見ようか。ジュマンジ見ようかな。ね、で、あと何やったっけな、ちょっと最近見たいな思ったの。いろいろ見たいのがね、あとあれも見たいの、ガンダムのやつ、オリジンの、5、まだ見てないね。ちょっと高いね、レンタル、レンタル1000円やね。まあ1000円だしも映画館見に行くことって安いんだけどね、悩むところです。はい、そんな感じでねちょっとね映画を見て過ごしたいなと思ってるあっちゃんでした。はい、ではまたね。今日のあっちゃんの朝ごはん、厚切りベーコンピザトースト、良かったよと思ってくれたら高評価を、応援コメントチャンネル登録して見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。